なあ、うないアナだよな。すげえ、本物の女子アナだ。生で見るとマジで美人だな。どうもありがとうございます。ではちょっと待ってよ。ねえ、写真とか撮っていい？記念にさ。そんなことより彼氏とかいるな？ねえ、俺たち立候補してもいいかな？俺とこいつどっちが好き？ねえ、急いでますので。それでは。おいおい、芸能人気取りかよ。釣れねえな。あんまり俺ら怒らせない方がいいよ、うないさん。あの人アナウンサーなのか。絡まれてるみたいだし助けてやろう。おい、お前ら嫌がってるじゃねえか。え？なんだお前。嫌がってるなんてなんでわかんだよ。俺らには喜んでるようにしか見えねえけどなあ。その子が喜んでるように見えんなら、それがてめえらが嫌がられる原因だな。んだとおっさん。俺らは女子アナとお近づきになりたいんだよ。邪魔するならぶち殺してやる。ぶち殺してやる。かかってきやがれ。出番が来たな。おい、こうねえのか。来いよ。かかってきな。よし、やるぜ。あっち来い。上昇。なんなんだよこのおっさん。まだやるか。やりません。すいませんでした。ふう、しょうもねえ連中で。大丈夫かい？はい、ありがとうございます。本当に助かりました。あんた、アナウンサーなのか？はい、私、TBS アナウンサーの宇内梨沙と申します。俺は春日だ、春日一番、よろしくね。しかし、有名人ってのは大変なんだな。あんな連中に絡まれたりするのか。いや、有名だなんてそんな。でもまあ、たまにああいう方に絡まれることはあるかもしれません。この辺はどん底の街とか言われてるくらいだからな。用心しなよ。この後も仕事か？あ、はい、今からラジオの放送なんですよ。ラジオ？はい、 TBS ラジオで放送している
アフターシックスジャンクションっていう番組なんですけど、知りません？ああ、俺そういうの疎くてよ。あ、でも家にラジカセはあった気がするから、ラジオなら聞けるかもな。ぜひぜひ。もしよかったらスマホとかでもアプリで聞けたりしますんで、聞いてみてください。どんな内容なんだ？ゲームとか映画、音楽、漫画までいろんなエンタメを取り上げて熱く語る番組なんですよ。私も曜日パートナーとして出演してるんです。私が出るときはゲームの話が多いですね。私ゲームが大好きなもので。へえ、ゲーム好きなのか。俺も昔すげえ遊んでたんだぜ。ずっと勇者になるのが夢だったんだ。へえ、勇者に。そうですか。いいですね。ちょっとヤバい人なのかしら。けど最近はゲームも全然やれてねえからな。そのラジオで勉強してみるのもいいかもしれねえな。ぜひ。今日助けられたこととかもラジオで話しちゃおっかな。ラジオで流してもらうほど大したことはしてねえよ。じゃあな、うないさん、気をつけていけよ。あとラジオ頑張ってな。はい、ありがとうございました、春日さん。ラジオか、久々に聞いてみてもいいかもな。家のラジカセで聞いてみるか。あとスマホのアプリでも聞けるとか言ってたな。せっかくの縁だし、ちょっと入れてみるかな。今夜も放送が始まりました。うないさん、よろしくお願いします。田丸さん、よろしく。はい、今夜も。はい、今夜も放送が始まりました。うないさん、よろしくお願いします。田丸さん、よろしくお願いします。今日ね、私この放送前に昼前からですね、カムロ町の映画館、カムロシアター、ニューテンポーシネマってこれ2つの映画館、ご存知ですか？はい、うん、あのカムロ町の中にありますよね、うん、この番組で毎週やっている映画評コーナー、ムービーウォッチドラゴンのために、まあ、行ってきたんですよね、うんうん、で、まあ、あのカムロ町のあたりもちょっとこう散策したりとかいろいろしてきたんですけど、まあ、相変わらず人多くてね、活気ありましたね、やっぱね。そうですよね、うん、ちょっとこう荒っぽい匂いもあったりするんだけど、うん、そこがいいね、いい感じですよね、これね。でですね、私このカムロ町に映画行くときは大体決まったルーティーン、黄金コースがございまして、うん、喫茶アルプス行くんですね。はい、行ったことありますか、喫茶アルプス？いつも前は通るんですよ。どこにでも行けそうだ。通ってから映画館に行くので、ね、でもちょっとこう老舗感があって、ちょっとね、昭和な匂いがするね、はい、まあでも今だったらエモいなんて流行ってそうな、うん、昔ながらの喫茶店なんですけど、まあいろんな食べ物も有名で、まあ、ナポリタン、はい、今夜も放送が始まりました。うないさん、よろしくお願いします。田丸さん、よろしくお願いします。今日ね、私この放送前に昼前からですね、カムロ町の映画館、カムロシアター、ニューテンポーシネマってこれ2つの映画館、ご存知ですか？はい、うん、カムロ町の中にありますよね、うん、この番組で毎週やっている映画評コーナー、ムービーウォッチドラゴンのために、まあ、行ってきたんですよね、うんうん、で、まあ、カムロ町のあたりもちょっとこう散策したりとかいろいろしてきたんですけど、まあ、相変わらず人多くてね、活気ありましたね、やっぱね。そうですよね、うん、ちょっとこう荒っぽい匂いもあったりするんだけど、うん、そこがいいね、いい感じですよね、これね。でですね、私
このカムロ町に映画行くときはだいたい決まったルーティーン、黄金コースがございまして、うん、キッサアルプス行くんですね。はい、行ったことありますか、キッサアルプス。いつも前は通るんですよ、うん、あそこ通ってから映画館に行くので、ね、でもちょっとこう老舗感があって入れてちょっとね昭和な匂いがするね、はい、まあでも今だったらエモいなんて流行ってそうな、うん、昔ながらの喫茶店なんですけど、まあいろんな食べ物も有名で、まあ、ナポリタンとか有名なんですけど、私ここで必ずキッサアルプスのビーフカレー食べるんですね。これがいい。私結構カレーいろんなとこ食べ歩いて本格カレーなんか食べるんですけど、はい、ここのビーフカレーは、まあ、私いつもねカレーを音楽に例えるっていうのをやってまして、うん、これね一見こう私の言葉で言うとJ-POP 風って言いましょうか、音楽で言うと歌が前面に来てる感じっていうかね、歌が立ってる感じ、 J-POP 的なミックスバランスみたいな、うんうん、まあ、食べやすいですよみたいな感じ一見、まあ、パッと食べは思うんですけど、はい、でも実は食べていくうちにちゃんと、まあ、いわゆる音楽でいう低音も高音もだから、まあ、酸味も効いてるし、ちゃんと重めの辛さも効いてるっていうね、はい、ちょっとどっすりくるものもちゃんとあって、食べていくうちにあれこれ意外と J-POP だけどちゃんとこれベースにはダンスミュージックきっちり入ってんなみたいな、ちゃんとフロアででっかい音で鳴らしてもこれいけんなみたいな感じがちゃんと入ってるっていうね、はい、ここがやっぱいいんですよ。でちゃんと入れて腹ごしらえしてコーヒーの一杯も飲んで、はい、それでカムロ町奥行ってですね、カムロシアターニューテンポシナー行って、うん、いい映画見てというね、まあ、いい映画じゃない時もありますけども、うん、まあその酷評する場合は私ムービーウォッチドラゴンでね、まあ、酷評することもありますが、そんなことをやって、うん、行くというのも私のルーティンなんですよね、はい、ビーフカレー食べたくなりましたよ。食べたくなりましたか、はい、気になります、そのダンスミュージックがどんな感じなのか、キックが入ってる感じ味わってくださいね、はい、本日見た映画の映画表はムービーウォッチドラマで後ほどまたね今週中にやりますんで楽しみにしていただきたいと思います。それでは番組始めましょうかね。アフターシックスジャンクション2 Let's go。改めましてラジオでお聞きの方もアプリでお聞きの方もこんばんは。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラムアフターシックスジャンクション2、パーソナリティは私ラップグループライムスターのラッパー歌丸です。そして TBS アナウンサーのうないりさです。この番組はあなたの好きが否定されない、あなたの好きが見つかる場所として、映画、音楽、本、ゲームなどの分析や独自視点による文化研究など日常の中にある面白を掘り起こしていくという番組となっております、はい、ということでですね、いかがですか最近うないさんは。私今日ですね横浜の偉人町でゲームセンター佐々木っていうレトロゲームを置いてあるゲームセンターいっぱい置いてあるとこね、ありますね、行ったことありますよ、はいはいはい、でレトロゲームの取材でゲームセンター佐々木に行ったんですよ、うんうんうん、ただその朝早くからのロケだったので全泊ということでね、神南駅の近くのレンガ造りで華やかな神南ブロンズホテルっていうホテル、立派なホテル、あれホテルなんですよ、泊まったことないですけどね、はい、うん、泊まったんですね、うんうんうん、いいねこれね、はい、私どこかに出かけるとき、宿泊するとき、必ず愛用の赤ちゃんの時から持っている安心毛布、私はミーミーと名付けてるんですけども、ミーミーちゃんと名付け、これ元は何だったんですか。元は母のパジャマですね。お母さんのパジャマ、はい、お母さんの匂いがついてて、ちっちゃい時赤ちゃんの時にそれを嗅ぐと安心するみたいな、そうなんです、ライナスの毛布なんて言いますけど、はい、あそうですか、大事にして、だから自分の分身、宝物なんですよ。いやでもこれさ、子供の時からあるから、それ元はお母さんの寝巻きだけど、はい、だってボロボロになってんじゃないの、ボロボロで穴が開きまくっていて、うん、どんな形なのかも自分でも把握できないような第三者が見ればただのボロ切れなわけよね、はい、ね、そうなんです、うん、その第三者から見たらボロ切れに見えたんでしょうね、うんうん、ホテルで亡くなっちゃったんですよ。ありゃー、だってこれちょ聞いた、ちゃんとホテルの人に、ホテルの方は何もありませんでしたっておっしゃるんですが、うんうん、私は、うん、清掃の方がゴミだと思ってボロ切れだと思って捨てたんじゃないかなと、うん、まあ、それ別に推理いらないよね。ですよ